はい、皆さんこんにちは。ANAコンサルティング司法書士の加山まりのでございます。今日はねちょっとすっぴんなんで、ドラえもんじゃない、あられちゃんメガネで、ございます。でねちょっと簡単に、今ね新型コロナウイルスが、すごいということで、今本当にね連日ね大きく報道されてるんですけれども、これがですね中国の海鮮市場で、広がって、蛇が原因なんじゃないかとかいろいろ言われてるんですけれども、一体何なんですかね、人から人に感染するものということで、非常に危険なウイルスが今蔓延していると、中国国内で。で死亡者も、今29人とかってさっき書いてあったんですけれども、実際はですね中国なんで数字もねこれもかなり隠蔽されていて、実際かなり人数が多いんじゃないかというふうに、言われております。で、そんな、中国武漢という場所でね、発生したものなんですけれども、ここがですねなんと、昨日ですね、昨日の朝10時から街が閉鎖になっています。さすがね中国というふうに、私はもう感心してしまったんですが、この武漢という町はですね、人口が1100万人、東京より大きなね場所なんですよ。でそこをですねもう空港から何からバスから何から何まで一気に10時にね閉鎖をするということで、日本じゃねそんなことできないですよね。自由にねどっか行くとかっていうことを日本でいきなり閉鎖とかやったら大きな問題になるんですが、さすが中国はですねこの武漢という街を一気に閉鎖しました。そしてですね今中国はですね、旧正月、これからね今まだかな、これからこの1週間かもう今からスタートすると思うんですけれども、旧正月に入ろうとしています。なのにですね旧正月というのはですね結局1週間ぐらい休みがあるんで、皆さん外に旅行に行くんですよ。なのにこの武漢の街の方はね全員閉鎖されて、もうどこにも行けないという状態になっています。でニュースでねちょっと見てちょっと笑っちゃったってわけじゃないんですけれども、昨日10時に武漢閉鎖されて、9時にですね飛行機乗って日本に来てラッキーだったって、ね、言ってる中国人がいて、いやーどうなんだろうなって思いましたけれども、本当にねそれぐらい、朝10時以降はね、きっちりと、閉鎖して隔離しているという状態だそうです。そして旧正月があと ANA の、ね、直行便も実はあったんですけれども、この閉鎖によって、もうすべてね、飛行機も飛ばない状態になっています。そして中国ね旧正月ということで全員ね旧正月は皆さん文化的に旅行に行かれるそうなんです。でやっぱり日本とか韓国とかそういった近場にね、行くという傾向が強くて、日本もですね今から、やっぱ中国人の爆買いというものはですね日本にとっても大きな利益であるんです。インバウンド商戦というものがこれから繰り広げられていこうとしているその最中で、こういったねコロナウイルスというものが、蔓延してしまってですね、厳戒態勢取らなきゃいけない。そして、武漢の街はもう東京より大きな街ですよ。ここを閉鎖して、なんていうんですかね、中国からのお客さんを、実際に来れなくなっちゃってる状態なので、日本にとってもすごく打撃が大きいというふうになっています。そして、余談なんですけれども、今マスクがね、もうバカ売れしている状態で、空港ではマスクがほとんどないそうです。何かやっぱりウイルスとか、インフルエンザとかが流行り始めるとマスクというものは市場からなくなってい、くんですね。でその顕著に現れているんですが、川本産業というマスクを作っている会社の株が連日ね爆上げ状態でストップ高になっています。もう連日ストップ高でもう誰も買えないというね、もう異常事態が発生しているということで、こういったね、コロナウイルス実際本当にね、怖い、どうやって、ね、防いでいいかわからないんですけれども、この一つねこういうものを取ってもいろんなところに影響がね出ているというところで、ちょっと今日はねそれをご紹介させていただきました。日本では国内で今2人ぐらいかな、確認されているそうです。とにかくねどう防げばいいかわからないですけれども、マスクを、ね、着用して、出歩いてね、気をつけようがないですが気をつけましょうというところでございます。ということで今日はねちょっとさすが中国というところで、武漢の、ね、閉鎖というのを皆さんにご紹介したくて動画を撮りました。今日は以上でございます。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。いつも最後までご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録よろしくお願いいたします。